回はアニメ推しの子第22話の感想やコメントなど視聴者の反応を紹介していきます。それでは紹介スタートです。推しの子来た。推しの子のこのココシタンタン。今週もファタールの時間がやってきた。謎の銀髪少女ちゃん、声優誰なんだろう。もう東京ブレイドは終わったんだっけ。 2.5 次元の舞台化楽しみ。ウッキウキな有馬かな提供。提供のかなちゃんかわいい。ルンルン有馬かなかわいいかよ。ファタール熱唱かなちゃん提供。宮崎か。因縁の地。ここから宮崎編か。胃が痛いぜ。アクア、完全に気が抜けてるな。行くの？アクアが行くか気になるかなちゃんかわいい。かなちゃんめっちゃ大喜びで目に腰が。喜びのあまりスター性を宿すアイドルかな。ウキウキなかなちゃん。キャリーケースは私たちの相棒よ。キャリーケースは必須やぞ。キャリーケース引っ張って歩いている人よく見る。今回重曹ちゃん神かわいい回じゃない。アクアそれって。あっさりとデートの予定決まった。明日はデートだ。やったねかなちゃん。ワクワクして服選びしちゃうかなちゃんかわいい。ガチで悩んでるやんわら。キュートかセクシーか。着せ替えありま。かなちゃんかわいい。ルンルンじゃん。重曹めっちゃノリノリやんわら。ナイスおみ足。有馬かなコレクション。かなこれ。いきなりセクシーは攻めすぎじゃない。安い女だと思われるぞ。お前は何でもかわいいけどな。服選んでるだけなのに作がいいし見てて楽しい。あざとかわいい。どの衣装もかわいい。これが一番有馬かなっぽい気がする。ガーリー路線がいいと思う。重曹ちゃんのファッションショーわら。服選びに時間をかけすぎてしまうわら。重曹ちゃんのこういうところをせる。今日も京都で有馬かながかわいいですね。落ち着け重曹。面白い女有馬かな。遅刻遅刻。待ち合わせ遅刻しちゃった。アクアそういうこと言いそうわら。喫茶店の中で待ってるとメッセージが。重曹ちゃん乙女すぎる。このパートの弦がほんま好き。かわいすぎんだろ。遅刻するのもテクニックのうち。アクアの私服もかっこいい。やっぱアクアイケメンだな。読書趣味に持つと少しくらいの遅刻は気にならない。タクシー渋滞してて。遅刻の時によく使われる渋滞。優しいな。心に余裕が生まれたアクア。もうただの女たらしなんだよ。ホットラテ頼んどいたぞ。ハート柄だったのか、ホットラテ。できる男。コーヒー頼んでくれてるアクアイケメン。遅れたことを咎めないゆえにホットラテ頼んでおくアクアイケメンすぎる。アクアのできる彼氏感半端ない。あったかい。有馬かなの声が時々あれに聞こえる。別世界の鹿が頭にちらつく。己のコタン。事前にラテ頼んでるアクアくんできる男。アクアにこれはイケメン行為。キャリーケースならビットかヨドバシで売ってるよ。ここは私が出すからカッコ俺が出すから。割り勘じゃダメですか。カッコ震え声。カッコ羨ましい。先輩だし、ここは芸歴長い方が出すんじゃないの。スイカで。スイカ派。まさかのスイカ払いしたわら。アクアってスイカで払う派なの笑う。遅刻関係なしに支払うアクア。お支払いをひょうひょうと盗みやがるアックン。お支払い盗まれたわら。心が盗まれてますけど。大事なものを盗んでいきましたな。素敵やん。平成を感じさせるチョロイン。今日はこの回だったのかわら。アクカナの身長さえぶ好き。やっと見れる映像でこの回を。大きいのを選べば間違いない。大和賞を兼ねるしな。どこの店だこれ。死体運べそうなやつ買っておこう。カッコの血の血のための提案。めっちゃ汚れるよね。アクア普通に白カッコ有馬のサイリウムカラーって。わかってない。なんでその色にしたのか聞きたい。有馬かな可愛すぎ。自分の推し色だと反応しちゃうかなちゃん。キュンキュンしてて可愛いわら。自意識過剰やでわらわら。ここのアクアめちゃくちゃイケメンなんよな。スマートなエスコートだ。うるせえうるせえ。いただきました。できる男アクアマリン。有馬ちゃんとアクタンがすっごいカップルすぎて。有馬かなときめきすぎだろ。ちょっとお腹空いちゃったかも。肉でいいか。肉好きわら。肉好きわらわら。肉食系女子アピール。かなお市民にはごちそうさまかい。予約してた。アクタン、肉予想してた。星のアクアマリンくん、予約していた。ちゃんと予約してるアックンさー。予約してくれていた。予約してるじゃん。さっきの会話なんだったわけ。帰ろうかとか言ったくせに店を予約してるアク。なんかもう可愛すぎてゴロンゴロンする。食べ放題ブラジリアンバーベキューわらわら。予約してるやつ最初から行く気満々かっこ笑い。手慣れてない。食べ放題予約してるの確信犯だろう。アクア、君アラサー業界人みたいだな。
一応アクアって年下だよね。だよね。元アラサー石原わら。アクアやり手だね。中身は味噌汁のお医者様だもんな。前世はアラサー石原。そういえばそうだったわら。星のアクアマリンくん、エスコート能力が高い。アクタン超絶好調モードで女たらしが爆発してる。してねえって。ここ十数年は。ゴロわらわら。転がしていたゴロー先生。こんなん惚れちゃう。見た目は子供、頭脳は大人。人生2周目だからできるムーブ。相手を楽しませようと。キュン。惚れてまうやろう。アクアマリンできすぎる気が利きすぎる。やっぱイケメンじゃねえかよ。高校生でもこんな酔いに食えてるのにお前らときたら。恋愛の自由は基本的人権。アイドルが言っちゃダメなやつわら。こんなん惚れる。アクタン、本当に良い顔で笑うようになったね。かあ。カフェやレストランでの気の利くアクア君は好感度上がるでしょうね。まあ前世が五郎先生じゃしな。まあ前世の記憶も含めるとね。タクシーまで呼んでるのくさ。すべてのエスコートが完璧すぎるアクアさん。かっこいいデートか。おし、かなちゃんお持ち帰りしようぜ。テレ赤面ありまかなかわいすぎる。ホテルにかっこいいミシン。このままじゃお持ち帰りされてしまうわら。ありまかなの妄想がすごいねえ。足張ったわら。お姫様抱っこしながら脱出するアクアはロタ。ラブの穂。天蓋付きのベッド。かなちゃん妄想爆発中。どんな妄想よわらわら。アクアの動きわらわら。有馬かな妄想ひどいわら。さすがにアクアの走り方爆さ。有馬ちゃんエッチなんだねわら。歌舞伎町のラブホへかっこ笑い。マジでスマートに進めていてすごいわらわら。普通に送られた。普通に家に返される。そりゃそうだろわら。普通に帰宅ですよね、かっこ笑い。紳士的に家に送ってくれたのに脳破壊されたみたいな顔になっててくさ。仕事から疲れて帰ってきた時の俺だ。有馬わら、乙女心全開わら。うっふふ、かっこ楽しかったな。カナの家のシーン追加されてる。アクカナエピソード回大好き。アクアほんと幸せになってほしい。そっかビジネスなの知ってるんだったな。どうするんだろう。有馬かな欲張りセットすぎた前半パート。ひたすら有馬かなが可愛いエイパだった。前半ずっとアクカナデートだったの最高だな。デートした時の有馬かなの反応を楽しむ前半だった。アカネターン来るぞ。はいチーズ。ニッコニコ。おじさんみたい。中身はおじさんなので。アー君の前世はおじさんやから仕方ない。え、今の子ってはいチーズって言わないの。かっこ困惑。はい、チーズはおじさんなのか。はいチーズ、とは言わない。じゃあなんて言うんだ。ショック受けてる。全然チーズ言うやろ。言うよな。ジェネレーションギャップ。アクア、中身はおっさん。そして共感の嵐かっこ汗。アカネちゃん爪かわいいな。味の素フィルターやめろ。 A パと B パで違う女とデートしてる。パート変われば女変わる。それがアクア。つぶつぶにすんのなんでなのか。うん、あのつぶつぶ加工キモい。つぶつぶ加工、確かに謎よな。つぶつぶは私もアクアに同意。大抵の男はアクタンに同意だと思う。口元スタンプで隠すのも謎すぎる。加工しなくてもアカネは美術良いから。せっかくいい気分でいたのに。しかし別の女と間隔空けずにデート通う。手元に置いておく意味。かなちゃんにアカネちゃんに忙しいね。アカアカネちゃんとの関係をどうするか。推しが最高に青春してて幸せでした。黒川茜は母親になってくれるかもしれない女。若くなくて未来もない俺ら。復讐終わったから茜ちゃんとの関係も終わっちゃうのか。育ちが良い。茜ちゃん家族で海外旅行ってもしや。お金持ち。めちゃくちゃ育ちもいいタイプだ。年末年始は毎年ワイハ。金持ちめ。茜も宮崎旅行に誘うアクア。茜ちゃんを呼ぶのか。宮崎旅行に。じっくり話をしなきゃいけない。じっくり話。今度は黒川茜さんと。アクア君はそろそろ私と別れたいんだ。別れ話はお察しだった。おいおい修羅場になんぞ。一話数で二人の女の子とデートする男、星のアクアマリン。そういう話は今からしようよ。茜ちゃんも察してるよな。さすがに名探偵茜だから余裕。負けんか。本当の恋人じゃない。巣だって番組で手だって。手も繋いだことない。本気のキスも手繋ぎもまだ。アクア君それはないと思うわ。手くらい繋げよ。アクアは縛りたくないとは言うが、アカネは続婚なんだぞ。うるせえ、だけえ、だけえ。あれ、この場所。私はもう必要ない。アカネさんにはお見通し。アカネさん鋭いですね。
君のような勘のいい美少女は嫌いだよ。あかねちゃんほんと尊い、天使だよ。全部わかってて付き合ってきたのか。あかねは察しが良すぎるのよ。アクアの服装、有馬かなと黒川あかねの時で差があるようでないの。知ってるのはそれだけじゃないよ。この場所で自殺図ったところか、飛び降りを止めた場所か。おーおーおー、逆パターン来た。キスされて嫌じゃなかった。ビジネス上の関係とは思えない表情。エッチだって嫌じゃないよ。エッチだと、かっこ知ってた。アカネちゃんガチモンの告白や。キスだってエッチだって嫌じゃないってアニメでそのまま流すのか。アカネ、強くなったな。キスもエッチもしない交際なんて。恥ずかしいことばっかり言わせてるなわら。アカネちゃん察しが良すぎる。有馬かなちゃんが好きだけど、アカネちゃんも好きだよ。むぅ、アカネちゃんの苦空顔、いただきました。アカネちゃんの苦空、顔はいつでも可愛い。思ってねえよ。まああくまで本当の恋人じゃないからね。本物じゃない？本当に？思ってる感じじゃん、わらわら。キスとかエッチとか言うな。お母さんと似てるから気まずいだろ。ちゃんと気づいてたんやな。そりゃそうか。ひょっとして恋愛感情ないのでは？アカネの方がいい子じゃない？あるよ。ねえよ。わらわらあるよ。わらわら。決まってるんだ、決まってるか。一気にコメディの血は喧嘩に。アカネ、大胆だな、わらわら。そして思ってるのかよ。カナもアカネもどっちも可愛い。外飛ばして応用からやってる気分。中身ゴロウヤシじゃない。もうそれはいいんだよ。全て知っててなお付き合っててくれた。アカネがいい子すぎる。うわー、これで別れちゃうの？辛い。500万、DNA 調べるのそんなかかってたんだ。100人近くやったんかい。見境なく100人近く、500万近く。アクアも完全に前に進もうとしてるのかな。アクアの美女がほんまにいい。父親を探していたことを打ち明けた。アカネちゃん優子だからもったいない。でも人物分析に入り込むのは怖い。カッコ笑い。プロファイラーアカネ発動するぞ。俺の異母兄弟が見つかった。復讐の相手はもうとっくに亡くなっていたというつまらないオチ。ようやく俺は自由に。へ、アカネの顔はなんだ、その表情は。アクアが気づかない。どうしたアカネ、お気づきになられましたか。アカネ、何かに気づいてしまったか。何が見えたんだ。推理の点と点がつながってしまったか。この作品はほんとゾッとする映像を作るのが上手いな。アカネ気づいちゃった。違和感に気づいたか。なんだこの絵。よくわかる腰の毛の家系。名探偵アカネ、また気づく。アカネ、それ以上はダメだよ。どうしたどうした。黒川アカネさん、あまりにも賢すぎる。アカネ何かに気づいちゃったか。どういうことだってばよ。何かアクアの知らない情報に気がついてる。クズ男だからこんな簡単な抜け穴に気づかない。ハラハラする。すごくいい。アカネはマジで勘が良すぎて FBI の捜査官やった方がいい。アカネ分析の達人だもんな。アカネが気づいた抜け穴とは。穴ちょうだい。アカネが察しいいとかいうレベルじゃない。この辺りでお前は知りすぎたパターンに入るかと思ってすごくビクビクしながら読んでた。アカネちゃん何に気づいた？マジ怖い。やっぱりアカネちゃんの洞察力？推理力？がすごすぎる。この後どうなるのか気になるなぁ。黒川アカネって想像以上に敵に回してはいけない。何が何でも味方として引き込むべきタイプの人では。今度宮崎にロケ行くんだよ。星の毛の墓。なんだなんだ、鬼殺隊のカラスか。毎度演出の膨らませ方に惚れ惚れする。本質情報来た。やばい、声優誰？わー、来ちゃったー。ついに出たカラスボス。宮野？うわ、声かっこよ。宮野わらわら。この黒幕みたいな男、宮野。これが本物の親父か。さすが君と僕の子だ。モノホンの親父来た。宮野守るまさか本物の種登場？いよいよ第2期も終盤なのに、どんどん不穏になっていく。真の父親現る、からのエンディング。え？また謎キャラで終わった。なんだなんだなんだ、ゾワッとした。来た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 、面白くなってきた。サングラスの男？なのか。宮野やん、声聞けわかるわ。あの宮野守さんの声の男は一体。キャスト伏せる意味あるのかわらわら。エンドロールで伏せても隠しきれない宮野守ボイス。宮野守はちょっと予想外。でも最新話とか考えるとわかる。どうする？どうなる？さて、新章突入か。つまり姫川父は姫川ママさん企んされてたってことね。22話面白い。
星野兄妹の父親とおぼしき男、キャスト表記もサングラスの男で声優も。でもどう聞いても宮野守様でしたよね。あかね提供。マジで、個人的には石田さんかな、と思っていたが宮野守さんだったとは、嬉しい。星野愛の墓の場所、知ってるんだな。こっぱ。真の父親がいるのが最後のシーンでわかってゾクッとした。ま、そうだよな。そう簡単に終わるわけがないですが。やっぱりね、アクアトルビーの父親、金髪だ。上原清十郎がグレイヘアだったからおかしいと思ったんだよ。いやーやっぱ茜可愛いわー。もはや茜を見るために推しの子見てるわーとか思ってたところで、いや実は未解決ですかと。なんだ、まだまだ不穏な感じで見応えあるじゃないか。原作から時系列を前後させたことによってすごく自然になってる。今後の展開も楽しみ。はい、というわけで推しの子第22話の反応集でした。ここまでご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価ボタン、チャンネル登録をお願いします。もし興味があれば他の動画もぜひ見てみてください。